でね、今日ね来ていただいたのがね、郷土史家の前田健二さんにお越しいただいて、本殿なんですよね。はいはい。こちらが昔から昔の過去の。ああ、はい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 。これが残ったんです。割にシンプルななんか愛想のない建物ですね。はい、で、ちょっと先にさっきの山の神さんのことを。あ、はいはいはい。わ、こんなとこまで入れるってね、すごいですね。これ見ていただくとわかるんですけど、ね。あ、本当こういうのがこう山のに。ああ、神っていうこれ字になってます。ここね、彫ってありますね。が、これ山の神とありますね。これもなんかお狐さんやったみたいな感じですね。それはもう稲荷さんのこっちのでしょう、ね。ああ、そうか。はい、まあ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 古いものが、これもお狐さんの足ね。あ、これ灯籠の頭や。これ明治と彫ってあります。これ明治と。はい、おお。こういう本当に山の神さんっていうのが本当にね、今鈴鹿市内なんかはまだたくさん残ってますけど、田んぼの横っちょ行くとちょっとしたこんもりした木植え込みがあって、そこにこういう山の神っていうのが祀られてたりされて、昭和抜けてるわけです。あ、そうか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 。はい。その残骸ですよね。まあそういうことですね。抜け殻ですわ。そうです。あ、そっか。そんでええわけですね。奇跡的に残った。これですか。こちらが空襲の時に奇跡的にお稲荷さんのお社だけ残ったっていう話を聞いてるんですね。これかな、もう向こうかな、拝殿かなと思ってたら、はい、こちらやそうでございます。これももう富士山にちょっとお願いして開けていいですかっていうことを確認させていただいたら、何が入ってるんでしょうね、中にね。中に。なかなか拝ましていただくことができやん。ああ。あ、ちゃんとお社になってますね。ちゃんとお社になってます。古いお狐さんとか獅子のものとかが。だから今はもうこちらがご本殿ですので、はい。出生は抜かれてるということなので、開けさせていただいてもということで。このお狐さんは鋳造されたもんみたいで、形は古そうですね。すごい。そうですよね。ね、この形っていうのは古いですね。あ、これはけど立派な社や中は。そうですね。これが残ったんですよね。っていうとものすごくわかりますね、よくね。そもそもけどこのお稲荷さんっていうのは、男空襲を中心に考えるとそんなにめちゃくちゃ古いものではないんでしょうかね。ここにそのお稲荷さんがお祭りされたっていうのは、もうまさにこのお社がここに来たっていう時代っていうのは、なんかこう昔の文書かなんかにあるんですかね。それがですね、まあ江戸時代の末頃には祀られたということは分かってるんですけど、その辺のことがねちょっと記されてる碑がこの敷地内にあるので、あ、そうですか。はい。あとね、やっぱりお稲荷さんらしく塗ってあるのでね、この辺りが。塗ってあるのはこの入れ物ですよね。まさに外側の箱ですよね。そうですね。本体のお社の中ですよね。白木のままで時代ついて。そうですね。いい色合いを白木にねしてありますね。これ。おお。パタッとこうくるわ。神奈川県の裏側のそのとつながるようなものが出てきて、ここにはまあ明治13年としてあるんですけれども、でこちら側が表なんですよ。はい、そうですね。はい。おお、そうですね。はい。ここにこんな字読めやん。裏が稲荷。ああ、祠の碑と書いてあるんです。じゃあなぜこれが裏がなのかということなんですけれども、表やのに裏が、どう反応したらいいんでしょうか。でここにね出てくるのが、お侍さんの名前が出てきましてね。で安政5年という、安政っていう字が出てきますね。名前と小笠原、あ、ここですね。小笠原、長門守、小笠原長門の神、はい、断片的なものをたどってきますと、はい、この小笠原長門の神っていう方が、うん幕府の大目付かなんかだったのが偉いさんでした。京都諸次第になって、はいはい京都へ赴任される。でその後安政の大国っていうのが起こるわけなんですけれども、でその時にこの小笠原長門守っていう方がいろいろと動かれたようなんですけど、でそう考えるとちょうどその時代で社殿に伝わってる安政何年という運がつまり江戸にいたこの小笠原さんが、お殿様が京都へ入る、その年がちょうどこの安政5年に当たるわけなんです。だから東海道を通っていった時にこのお稲荷さんを見られて何かされたんでしょうねかなということで、その裏がというのももともとそこの領地の方だったようなので。何かご縁があってここへご寄進なさったか祈願をされたか、これはあくまでも推測もこの文字から見る断片的なことなんですけど、東海道沿いですし江戸から京へそれはもう通ったんでしょうね、当然ね。で何かをされたのでここに名前が残ってるわけですもんね。でこれを建てられた。だからそれより前に正成さんとしてお稲荷さんはあったのかも分かりませんけれども、こういうことがあって。裏が稲荷というようなものをこう何かつけていかれたのかどうかわからないんですけど、もう今となっては今知りうる範囲では文書にも残ってないですし、宮司さんにお伺いしてもわからないと。だからそういう意味で幕末の頃にも何かあったらひょっとしたらね、坂本龍馬とかなんかそんな人らも東海道を通ってりゃ。東海道ですね、いろんな人が通ってますよね、当然ね。でそれの一つのこれも証になるもんなんかな。四日市の宿場を出てちょうど明るくなる頃にこの前を通りかかって諏訪神社を参覧人はおらんだでしょうね、多分立ち寄って。東海道名所杖、三宮名所杖にも諏訪神社は出てますから、そしたらやっぱり拝んで行かれたでしょうね。天保、天保の年間ですね。できたこのほと多分お社ができた時代の頃にこの灯籠は建てられたんですよね。天一礼さんも面白い顔してございますね、これね。昭和28年って書いてありますね。はい。なんかどっかのこう彫刻家さんが作ったみたいな。そうですね。ね、これ何も持っとらへんじゃん。アート運だけになってるわけですね。アート運ですね。玉と巻物かな、なんか決まってるんですね。お稲荷さんね。ね、これは多分アート芸術家がですね、芸術家さんが作られたと。ですからある程度原型を無視して、規則を無視して自分のね芸術性を優先して作られたんでしょうね。毎年大祭の時はここへむしろが引かれて、でここで皆さん宮司さんが並べられて、ここへずっと上がっていって扉を。うーって言って開けるんですね。でお供え物をずっと持ってお供えしてお参りをしてお祓いをして、それからまた下げるんですね。ほんでその大祭が終わるわけですね。中へねなかなか入ることできません。その大祭の時でも私たちはここから向こうで座らせてもらって、ここを眺めているだけですもんね。お諏訪さんの中こうやって行きたいですね。いや、そこは違う。そこは。ということでございました。今日は前田さんにいろいろお話をお伺いすることができました。本当にありがとうございました。こちらこそ。またこの次の機会を楽しみに、新しい発見に励んでください。ありがとうございます。励んでくださいね。ありがとうございました。